歯磨き粉ついてる翔くんかわいいぞ、講演頑張って。初日、翔くんこそ楽しんでください。紙色変わったかなファンたちは SNS で平野の投稿を待ちわびていました。期待感と緊張が高まる中、彼は口元に歯磨き粉がついた自撮り写真を投稿しました。この何気ない一枚の写真が、多くのファンの心をつかみ、笑顔にさせました。 ファンたちはくんい歯磨き粉がついてるのも全部好きといったコメントであふれ彼の投稿に大いに盛り上がりましたこの一瞬のユーモアがライブを前にした緊張感を和らげファンたちに安心感を与えたのです平野翔の魅力はその外見の美しさやパフォーマンスの素晴らしさだけではありません彼は常にファンの気持ちを理解し その期待に依頼ようとすする姿勢を持っています例えばライブ前に新しい髪色を披露することでライブに参加できないファンにも最新の姿を届けましたこれによりいけないけど同じタイミングで新しい髪色を見れて嬉しいという声が多く寄せられました彼のこうした配慮がファンとの深い絆を築いているのですライブ当日 有明アリーナは熱気に包まれていました。ファンたちは、平野がどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、胸を躍らせながら待っていました。平野はステージに立つと、その瞬間から観客を魅了しました。彼のエネルギッシュなダンスと力強い歌声はもちろんのこと、観客とのコミュニケーションを大切にし、まるで一人一人に語りかけるようなパフォーマンスを披露しました。その中でも、 特に印象的だったののは MC の時間です平野はライブ中に自分がどれだけファンを大切に思っているかを語りました「皆さんがいるからこそ僕はここに立てています」「本当にありがとう」と涙ぐみながら話す彼の姿に多くのファンが感動し涙を流しましたこの瞬間平野の言葉はただの言葉ではなく心からの感謝の表れであり その真摯な態度がファンの心に深く刻まれました平野翔の魅力はステージ上だけでなく日常生活の中にもあふれています彼のインスタグラムや SNS の投稿はしばしばファンとのつながりを感じさせる内容でいっぱいです例えば彼が愛犬と過ごす写真や友人たちとリラックスした時間を過ごす様子が投稿されると ファンたちはその一瞬一瞬を共有することでまるで彼と一緒にいるかのような気持ちになりますまた彼のユーモアセンスも忘れてはなりません彼の投稿には時折ちょっとしたいたずらや笑いを誘う内容が含まれておりそれがファンを楽しませています例えば先日の歯磨き粉の写真だけでなく変顔やコミカルなポーズを撮った写真なども人気です これらの投稿は平野がファンとの距離を縮め、親しみやすい存在であることを示しています。平野賞の人気の秘密は、その多面的な魅力にあります。彼は見た目の美しさやパフォーマンスの素晴らしさだけでなく、その人間性やユーモア、ファンへの愛情によって多くの人々を引きつけています。彼の章単独ライブは、そのすべてが詰まった特別なイベントでした。そして、 その舞台裏では彼のユーモアとファンへの深い愛が見事に融合していたのですこのライブを通じて平野翔はただのアイドルではなく一人の人間としての魅力を再確認させてくれましたファンとの絆を大切にしその絆を深めるための努力を惜しまない彼の姿勢はこれからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう そして私たちはこれからも彼の活躍を見守り、その成長を楽しみにしています。平野翔という存在が、どれほど多くの人々に希望と喜びをもたらしているかを実感するたびに、彼のファンであることを誇りに思います。私たちは時に、アイドルとファンという関係が一方通行であると感じることがあります。しかし、平野翔の場合、それは全くの逆です。 彼は常にファンとの双方向のコミュニケーションを大切にし、その絆を深めるために様々な工夫を凝らしています。これからも彼の活躍を楽しみにしつつ、私たちもまた彼への応援を続けていきたいと思います。そして、その絆がさらに深まる瞬間を一緒に迎えることができることを願っています。この先も平野翔がどんな驚きや感動をもたらしてくれるのか、 私たちちは楽ししみに待ち続けるでしょう彼のユニークな魅力とファンへの真摯な愛情がこれからも多くの人々に笑顔と感動を与え続けることを信じていますそしてその旅の一部として私たちも共に歩んでいきたいと思います平野紫のこれまでの歩みを振り返ると彼の成長と変化は目覚ましいものがあります デビュー当初の無邪気さと溢れるエネルギーは今も変わらず、しかしそこに成熟した人間性が加わり、彼は一層魅力的な存在へと進化しています。初単独ライブは、その集大成とも言えるものであり、彼自身もその重要性を強く感じていたことでしょう。このライブは、彼のファンにとっても特別な意味を持ちました。 コロナ禍によって多くのイベントが中止や延期を余儀なくされる中で平野はファンとのつながりを失わないようにとさまざまな形でのコミュニケーションを試みてきましたオンラインでのファンミーティングや SNS での頻繁な更新はその一環として行われたものです特にインスタグラムでは彼の日常を垣間見ることができる投稿が多くファンはそれを楽しみにしています 平野のファンに対する思いやりは、彼が常に、みんなに平等に、という信念を持っていることからもわかります。ライブに行けるファンだけでなく、行けないファンにも楽しさを共有しようとする姿勢は、多くの人々に感動を与えました。例えば、ライブ前に髪色を変えたことをインスタグラムで公開したのもその一例です。来れない人のためにも、という気持ちが込められたその行動は、 彼のの優ししさと配慮表れでした。平野のキャリアの中で彼がファンとの絆を最も感じた瞬間の一つとして挙げられるのがライブ中のサプライズ企画ですある公演ではファンが事前に準備したメッセージカードを一斉に掲げるというサプライズが行われました平野はその光景を見て涙を浮かべこんなに愛されているんだと改めて実感したと語っています この瞬間は彼にとってもファンにとっても忘れられない思い出となりましたまた平野翔はその個性的なキャラクターでも知られています彼の天然ボケや独特の言い回しはバラエティ番組でも人気の一因となっていますファンからは「翔くんの笑顔が見たい彼の天然なところが可愛い」といった声が多く寄せられています彼の自然体で飾らない姿勢が ファンに親近感を抱かせるのですそして彼の演技力も見逃せませんドラマや映画に出演するたびにその演技の幅広さと深さに驚かされます特に彼が主演を務めたドラマ「花の千晴」ではその感情表現の豊かさと繊細さが高く評価されました役柄に対する真摯な姿勢と努力は彼のプロフェッショナリズムを象徴しています 演技を通して見せる新たな一面は彼のファンをますます引きつけています平野翔の未来にはさらなる可能性が広がっています彼の才能と努力はこれからも多くの人々に影響を与え続けるでしょうファンとしては彼がどのような新しい挑戦をするのかどのように成長していくのかを見守るのが楽しみですそして 彼がこれからも変わらずにファンを大切にし続けてくれることを願っていますファンとしての私たちは平野省の存在に支えられ彼から多くの勇気と元気をもらっています彼の一言一言が彼の一挙手一投足が私たちの日常に彩りを与えてくれますそんな彼への感謝の気持ちを胸に私たちもまた彼に応援と愛を送り続けていくことでしょう 平野将がこれからも多くの人々に笑顔と幸せをもたらし続けることを信じて、私たちも彼の活躍を見守り続けていきます。